くるぶしのちっぽよ TV、 はい、今回はですね、久々に縛りメイクをやろうと思います。今回の縛りは、じゃん、キャンメイク。全部キャンメイクの化粧品でギャルメイクをしてみようっていう企画になってます。それでは早速やっていきましょう。スタート。質はキャンメイクにないので、ジョンセンブルを使います。こちらキャンメイクの、シークレットビューティーベースフェイスクリームと化粧下地、これも保湿してくれるものです。乳液みたいなものです。すごい、めっちゃ保湿される。マックの保湿と変わんない気がするんだけど。次、ファンデ、キャンメイクのパーフェクト。これ人気よね。これめっちゃみんな使って、くるぶしの妹のゆきも使ってます。それはキャンメイクさん、カバー力がすごい。はい、次はキャンメイクさんの中で一番黒いものを持ってきたんですけど、くるぶしにとっては白すぎる。ほぼ壁と同じ色。やっぱり白いです。はい、じゃあシェーディング入れていきます。キャンメイクのシェーディングはマジでプライベートで使ってます。キャンメイクのシェーディングはマジで神だと思います。ちょっと白いので大きい筆でちょっとトーンを落とす感じ。はい、キャンメイクのアイシャドウさん、可愛くない？キャンメイクジューシーピュアアイズ11番です。くるぶしの知ってるキャンメイクの時代じゃないね。メイクも令和だわ。キャンメイクも綺麗だもん。配色が、はい、こんな感じです。そしてこの同じ色を下まぶたにで、この真ん中の白いところを黒目の上にベベベベーと立体感を出すためにね、ラメラメを置いていきます。俺もうできてる。ユキコヨちゃん、長いわ。特に終わってるわ。昔ということですね。クルちゃんのメイクが先に終わったので、クルちゃんのメイクが完成するまでね、この動画についてる数々のコメントの中から、ちょっと気になったやつをピックアップして、ライブつけて、あれ出せた。そんな過去がある。けど、まともに生きてきたつもりや。お前 YouTube ディスってるくせに YouTube やるな、ボタン。YouTube の職業をバカにする人はろくな人じゃない。前々から頭悪いと思ってたけど、やっぱり頭悪かったか。YouTuber にまともな人はいないとか、でも、みんな、YouTube やめたらどうでしょうか。ピュアな、あかれとんな、心で。YouTube やめよ。あなたの言うように、保証ないんだし、人職業をバカにするとはよくないと思うのですが、すげえな。一緒に、一緒に行こう。YouTube やめよ。YouTube やめよ。もうこれ系の考え方多いね。エビの僕らみんな犯罪者でいいから、YouTube やめろとは言わんけど、デートしよう。謝罪した方がいい。なんかね、こういう態度のあるちゃんとした発言もありますよね。応援してる。すごい好感下がった。本題についてたのに残念。こんなに好感なかったよ。ね、嫌いじゃないぞ。この子の可愛さね。先ほどの番組拝見しました。ゆきぽよ。ゆきぽよちゃん。クルチョモは嫌いじゃないぞ。みちょぱより好きかもしれない。頑張れ。これ気になって他の動画見てみてくれ。クルチョモ、チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いします。できました、キャンメイク。読み切れません。これぐらいにしておこうか。いっぱいじゃ、ファイトー！